大家さん、助けてください。クマさん、どうしたのですか？花を描いているのですが、バッグのところを何色で塗ったらいいか教えてほしいのですよ。なるほど。それで今どういう状態なのですか？もう花は色まで塗りました。それでバッグをどうしようかと。どうしたらいいですか？困りましたね。クマさんは初めに花を描くときにバッグをどうするか考えていましたか？いいえ、花が綺麗で描き始めました。バッグについては全く考えてませんでした。そうだと思いました。先ほどから気になるのですが、そのバッグという言葉はやめませんか？私にはそれは余分なもの、邪魔なものと聞こえてくるのですよ。なのでバッグでなくて背景としましょう。バッグと背景って同じものですよ。そこは私のこだわっているところなので、何と言われようと背景でお願いします。わかりました。それで背景の解決方法をお願いします。解決方法その1、色は塗らないです。今回描いたものは作品としないで試し描きとしたものにしましょう。今回のは下絵としてしまいましょう。それって途中で終わるってことですよね？途中と言われても、初めから背景をどうするのか決めていなかったのですよね。その2、今回の作品は実験台にしてしまいましょう。どういうことかというと、先ほど描いてきたクマさんのイメージに近い色で塗ってみます。次につなげるための背景の試し書きとするのです。せっかくここまでいい感じにできてきたのにですか？それではいい感じのイメージで背景を塗っていきましょう。今もそのイメージがあるといいのですが、どんなイメージなのですか？イメージですか？さっきから大家さんが背景がなしとかなんとかかんとか、だからイメージはなんだかわからなくなりました。そうですか。では次からは背景と花を別々に考えるのではなく、一体のものとして発想してほしいですね。別々に考えていくから背景をどうしようとなるわけですよ。例えば白い花を際立たせるために背景を暗くして明暗のコントラストを表現してみようとか、淡いピンク色の花なので全体を淡い色調で整えて柔らかさ、優しさを描こうとか、赤いバラなので全体を強い感じの赤系の色味で描き情熱と強い意志を見せようとか、花の向こうにいる人物を描いて奥行きのある空間と花を描いてみようといった全体を構想してほしいのですよ。こうすると背景をどうしようという漠然とした悩みから、どう描こうという悩みの質が変わってくると思いますよ。それでは上の図は何でしょうか？チューリップのような形です。それが、そうですね、この図はアウトライン、輪郭線で囲まれた形、花の形、チューリップの形をしています。普通人は線によって区切られた内側の形にだけ興味が向きやすいものです。内側の形が本物に似ているとか、描いた人の形であるなどと評価します。それではこの形の花を四角形の枠の画面に入れても花の形そのものは変わりません。それでは次に右と左の枠の中に入れるとどうでしょうか？花の大きさが変わってイメージが変わりました。そうですね、背景の形が変われば見るイメージは変わるのです。右側と左側の両方とも花の輪郭線の形は枠の中に描かれています。左の方は花の外側の形は広くあり一続きになっています。右側の方は3つの形に分割されています。もちろんこの両方のうちどちらがいいかはここでは決められません。描く人の狙いが決めることだからですよ。今ここで言えることは、花を描くために線を描いても必ず外側の形にまで神経が行き届くようにしたいものだということですよ。同じことを風景画で説明すると、山の形を描くということは空の形を決めるということです。前景に電柱を描くことによって画面がどう分割されるかを考えることになります。大家さん、なんとなく今の話を聞いているとできるような気がしますが、難しいのではないでしょうか？そうですね、実際には難しいと思います。そこでエスキースやデッサンが必要になってくるのです。ここでいうエスキースとは、画用紙に描く前にどのように構成するのか、構図や明暗、コントラスト、色彩設計、バランスなどを整理していくもののことです。
小さいクロッキー帳にエスキース、下書きをしてみてはどうでしょうか。多くの人がいきなり画用紙に描き始めるようですが、それは交通量が多い道路を目隠しと耳栓をして横断するのと同じくらい危険なことと思いますよ。簡単なものでいいのです。 2,3 枚のエスキースをして構図の骨格や色彩をどうするのかを考えてほしいものです。対策を描くときはしっかりとエスキースをして1日2日置いて再度見直して描き始めます。写生とか時間のないときはどうすればいいのですか。写生をするときは時間が限られているのでお茶をいっぱい飲むとか、周囲を 1,2 分歩いた後で少し距離を置いて眺めて気持ちを入れ直して描いてみるのがいいと思います。私が絵を描くときに楽しい時間は全ての時間の中で、この初めのこのエスキースをいろいろ考えていくときが一番楽しい時間です。初めのどう描くのか、どう見せるのか、どう感じるのかを考えていくときです。色を塗っているときの筆を動かしているときも楽しいですけどね。皆さんはどう思いますか？この動画が面白いと思われた方はチャンネル登録してくださいね。また高評価のボタンも押していただければ嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。